なとわんぱん演劇部始まるよ。加害者にならないで。先輩、受け子、破滅、ルーマン。高校生、大学生、20代、30代の若い人へお願いです。オレオレ詐欺など特殊詐欺、悪徳商法の加害者にならないでください。先輩、お久しぶりです。バイトですか？1日10万円はい、やります。お金を受け取りに行くだけ。先輩、それってちょっとヤバくないですか？大丈夫？電話で指示通りに動くだけだから悪意はないんだからって。いやでも、そりゃ居酒屋のバイトクビになって金には困ってますけど、1回だけですか？わかりました、1回だけですよ。行けと言われた家に行って、言われた通りの会話をして、お金やキャッシュカードを受け取ってくる。オレオレ詐欺など特殊詐欺の受け子です。警察に捕まり、退学や懲戒免職に。相手は免許証を出させるなどして、あなたの家、学校、職場、家族を特定しています。一度やったら、一度つながったら、やめたくなっても学校、職場や家族に知らせる。 SNS で顔や名前を拡散するなどと脅され、警察に捕まるまでやめられません。闇バイト、高額バイトは危険です。オレオレ詐欺の受け子など犯罪に加担することもあります。知らなかった、頼まれただけは通用しない。信じるな、大金入る儲け話。闇バイト、一度やったらゴールは地獄。一度やったらゴールは地獄。ご視聴ありがとうございました。他の